何ナンパマジお兄さんたちさ、うちらみたいなナンパするとかだいぶセンスないね。やばくないかわいい。ほんとんー。この後暇してるけど。なんで飲みか。うん。おごってくれんの ならついてっけどね <laughs> いいとこがいい安い居酒屋はやだ <laughs> いいよじゃあ行こっかおはようお兄さん起きて <laughs> うんタバコやの人は うるさほら起きろって朝水飲むはいはんここどこって <laughs> 昨日のこと覚えてないの最低クズじゃん ここはうちんち。お兄さん昨日帰れないとか言うからタクシーで一緒に連れてきたの。そしたらその後は。ねえ。んああ、携帯はい、どうぞ。ああ、待ち受け変えといた。あたし。かわ取れてるっしょ。 あパスワード指紋でしょどうにでもなるじゃんそんなのそうだお兄さんいろんな女の子と連絡取ってるっしょ全部ブロックしといたからなんでって <laughs> お兄さんが言ったんじゃんうちと付き合うって うちのことが世界で一番好きかわいい愛してるって言ったのお兄さんちゃんか <laughs> だからうちとお兄さんって付き合ってるんでしょ付き合ってない人間にあんなこと言わないもんね <laughs> ああタンカラム 何,何その顔不満なのそんなわけないよねこんな可愛い女の子が付き合ってあげるって言ってんのに嫌なわけないよねねえお兄さん <laughs> それでさうちもお兄さんに歩み寄ってあげようと思って。 お兄さんののの。携帯の中見たのそしたらお兄さんさうちみたいな女の子と全然連絡取ってないんだねなんか大人っぽそうなお姉さんが多いっていうか何こういう子供は好みじゃないのそれでもうちに手出したってことはよっぽど好みだったのうちのことハ <laughs> かわいい ねえお兄さんもう後戻りできないんだよ連絡先持ってた女の人は全員ブロックして彼女ができたからもう遊べないって連絡しちゃった昨日一緒に来てたお友達さんにはうちの方から付き合ったって連絡しておいたそれに忘れてないここ1日なんだよもし嫌だとか言うんだったらこの家から出さないからあ <laughs> 鍵、私が持ってるんだ内側から開かないわけない <laughs> 普通の鍵ならね見てきなよ南京錠かかってるから馬鹿 <laughs>、はあ、バカだなお兄さん最初にお兄さんたちのことナンパしようとしたのはうちらなの先に目つけてあの人たちと付き合いたいね ってお話ししてたんだ向こうの子ももしかしたらそういう風になってるんじゃない <laughs> 獲物を仕留めたって連絡来てた <laughs> あはは話こんがらがっちゃった歩み寄ろうとしたとか何とか言ったっけうちそうお兄さんが好みそうな大人っぽい女の人になるからこれからだからさ 私のこと好きって言えよ。私、あなたのために頑張るね。ダーリン。ア <laughs> ッ